こんにちは。今日はこちらのボビーブラウンを使って、クリスマスコフレでメイクしていこうと思います。これからの時期ですね、ボビーブラウンをはじめいろんなメーカーからクリスマスコフレが販売されておりまして、こちらは10月23日の発売のコフレになっております。ラメ感があって可愛いですね。こっちのね、口紅もレインボーなんですよ。こんな感じの色になってます。すごい光沢が、ね、青いねラメがたくさん入ってるんですよ。ということで今回はこれらを使ってね、今からメイクを始めていきます。ではまずアイシャドウからのせていきます。こちらの4つの中の一番明るい色からまずのせていきます。ちょっと今日はアイシャドウもリップも結構パールが入って輝きがあるので、ちょっといつもよりは華やかめなメイクをしていきたいと思います。はい、でまずこの一番明るい色をアイホールの全体にのせていきます。使いやすい色が4色入ってますね。そうですね、かなり使いやすいのと、やっぱ結構パールが入ってるのでグラデーションも使いやす、作りやすいと思います。もう一個種類ありましたよね、同時に発売。そうです。こっちがちょっとピンク系な感じで、もう一つの方がゴールドとかちょっと黄色まではいかないんですけど、ブラウン系の色になって、今回はピンク系の方を使ってます。すごい一色だけでキラキラ。あと今回の23日の発売のはハイライター。ああ、そうそうです、そうです、ありましたね。ハイライターってピンクっぽかったのは、なんかそんなに白っぽくなくて、肌なじみが良さそうでしたよね。あれも良さそうだった。チークっぽい感じで、ちょっと欲しいなって一瞬思ったんですけど、見ちゃうと、カタログ同梱されてて見ちゃうと、え、これ可愛いんだよ。あと来月のね、第2弾があるんですよね。アイパレットが、そう、アイパレットで、ね、今回4種類だけど8種類だっけ、ね、結構大きいやつあったな。もう次、モダンシンフォニーアイシャドウパレットとゴールデンスリッパーアイシャドウパレット、こんな感じでね、次の第2弾のねクリスマスコフレもすごい可愛い色です。箱がいいよね。箱が可愛い。誰がデザインしたんだろう。すっごいおしゃれ、ピンクと緑。特別感ありますよね、やっぱりクリスマスコフレは。しかもね、両方とも数量限定なんですよ。リクスプリズマティックリップスティック、さっきの青い色が入った口紅も限定色だし、このハイライターもね限定なんですよ。で今全体的にこの一番明るい色をのせ終わった状態です。結構パール感だと濡れ感が出るアイシャドウだなと思います。確認、なんかすごいなんかツヤツヤしてる。そう、なんか、触った感じは多分そんなにサラッとした感じなのに、ジェルっぽいなんかタッチが。で、その後に今一番明るい色塗ったので、次にこの濃い色を二重幅にのせていきます。ちょっとこれは締めの色になってきますね。この濃い色はあんまり二重幅が消えないぐらいの太さでまずしっかりと乗せていきます。ちょっとこっちだけくっきりしました、締めの色で、ね、でこれも濃い色にもしっかりパールが入ってるので、そんなになんか重たくなりにくいかなっていう印象です。なんか結構アイシャドウを塗るのが苦手な人でも簡単にグラデーションが作りやすいかもですね、この感じは。なんか結構濃い色ではあるんですけど、パールの感じが優しいので、しっかり塗ってもケバックだったりとか、ね、きつい印象にならないかもですね。ケバックないですね。ケバックない。結構今の、ね、のせがっつりは困るし、あとだから重たく見えても、なんかアイシャドウのせたことによって重たく見えるみたいな色とかもあるけど、かわいい。なんか冬のコスメって感じしっとり光るで次にこの上の中間の色をのせていきます。でこの中間のちょっとベージュっぽい色を先ほど入れた濃い色の上から重ねてグラデーションにしていきます。でこの時ちょっと大きめのブラシでやると
簡単にグラデーションが作れるので、そのままこの濃い色をぼかしていきます。これかわいい、キラッキラ、ツヤツヤ。これがゴールドっぽいですね。ゴールドっぽい感じで、うん、薄いのがベージュっぽい感じ。ベージュっぽい。これは結構ね、ゴールドっぽい感じには見えますね、この辺は。で、こっちの方がベージュっぽいです。うん、で、中間のところ入れていきます。で、今日は最後にこの下のピンク、明るいピンクの方を目の下に入れていきます。この際のとこですか。はい、涙袋のところを今日はちょっとピンクっぽくしようかなと思って。結構ピンクもちょっとコーラル寄りになるのかな。なんか多分肌なじみがよく、うん、ちょっとなんかね、あれ、誰も、これも結構光りそうですね。偏光パールがしっかり、うん、なんかテクスチャーがサラサラっていうよ、うん、水っぽい感じ。なんかしっかり色もつきつつ、パール感もしっかり出るので、うん、なんかどなたにでも合うし、こんな感じになります。しっかりですね、色ついてますね、うん、で、そしたらアイラインを引いていきます。アイラインはお決まりのラブライナー。お決まりのラブライナーで優秀ですよね。優秀です。ちょっと今日は赤リップと合わせるので、跳ね上げラインにしていきます。結構しっかりめに今日はラインを引いてます。なんかはっきりしてきました。で、今日下にピンクの色を入れてるので、目の下も少しラインを入れていきます。はい、ペンシルで黒目のところだけを少し入れます。そうすると黒目の幅が広く見えるのと、少しあの締め色になるので目力がさらに出てきます。本当だ、この赤、赤っていうかピンク、ピンクしっかりつきますね。結構しっかりつくので、かわいい。グラデーションがすっごいはっきりしてるね。いつもより作りやすいグラデーションですね。多分どなたでも簡単に、おしゃれに、うん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 、確かに色がこう重ねた時にね、グラデーションにした時に、ね、おしゃれ感が出る組み合わせです、うん、なんか全然違うね。全然違う、うん、あと動いた時のパール感、そう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 、なんか偏光パールが入ってるので、うん、入ってるね。どこから見ても可愛い。キラキラって感じ。キラキラって、ちょっと美容部員さんっぽい目の輝きしてます。次にビューラーしていきます。はい、でも疲れつきます。はい、そしたら今、マスカラまで終わったので、先にリップを塗ってチークにしていきます。はいはい、前回の動画で色味が分かりづらいっていうコメントいただいたんで、今回ね、直接塗っていこうかなと思ってます。結構ね、こう発色がね、あんまり淡いやつだと出ないんで、しっかり塗っていきます。なんで逆になんかあんまり発色させたくない時とかはリップブラシ家にあると使いやすかったりするので、うん、めっちゃかわいい。てか光る、光るすごい、なんかめっちゃ光ってる。この端っこにラメが今持ったんだけど、口の外は光ってる光ってるね、すごい光ってる。ちょっとメタリックまではいいかなって言えばいいんだろう、これね。こんな感じです。光ってる、光ってる口紅って光るんだってぐらい光ってますね、うん、赤って感じ。赤ピンク。マットじゃないからシャイニーだからつけ心地すごい楽で、うん、確かにシワの中入っていかないっていうか、ふーってつくっていうか、いい感じのつけ心地です。すごい光ってる。一気にクリスマス感が出ましたねこういうメイク普段しないけど、最近聞いたんですけど、私髪の毛の色今赤に染めてるんですよ。赤系なんですけど今流行ってるんだよね。あ、そうですそうです。
今めちゃくちゃ流行ってます。この半年間結構すごい流行ってるらしくて、美容室ではこういう色にしてほしいみたいな方が多いらしいんですけど、なんかこの口紅ちょっと合うね。合いますね。眉毛の赤いのと口紅にすごいね、あ、今年の冬っぽい感じがすごいします。かわいい、うん、これぐらいの色だと例えばなんかクリスマスディナー行ってちょっと照明が暗いところでもなんかお化粧映えするかなって、なんかします。目元のキラキラと口のキラキラと、はい、かわいい。結構もうリップがしっかりあるのでチークはちょっと肌なじみのいい色でピンク、コーラルピンク、もう本当に血色ぐらいの色をのせていきます、ね、はっきりしてるもんね、目元は。そうですね、うん、すごい可愛い今回の。なんか今までの化粧品にないなんかねしっとりしてキラキラ感があったな。口紅もすごい、これは実物見てもらいたいで結構口紅がはっきりした色なのでなんかチークもかっこよすぎる、かっこよく入れすぎると結構強めな感じになるので本当にコーッとした時にもう血色が出るぐらい自然な感じで今日はチークをのせていきます、うん。今回は初めてねクリスマスコフレを扱ったんですけども、なんか今までのやっぱね定番のカラーとね違って口紅と、アイシャドウセットで使うとより冬っぽい感じのメイクが出来上がる気がしました。色がねあったかい中にムラメがあってなんかこう暖色系の中にも季節感のある感じがすごい良かったなと思いました。はい、なんかメイクのポイントありますか？メイクのポイントはもう全色しっかり使って楽しんで、ね、普通はなんか2色とかあ、そうそうです、グラデーションなんですけど、多分全色使える使える、なんかピンクとかも普段ブラウンの人にも挑戦してもらいたいね。ありがとうございます。ということで今回はこのあたりで、皆さんもよかったらね今あの数量限定で発売されたばっかりなのでぜひぜひ試してください。それではまた。